旅行楽しみ。今回の旅行、なるみさん参加するの？参加するかどうか迷ってる。仕事もあるからね。ああ、それにシングルマザーだっけ？それだとなかなか旅行には行けないよね。土日は休みだし、長期休暇もあるから旅行には普通に行ける。子供も一緒の旅行だったら全然いいんだけど、ママ友だけとかになると、ちょっとね。なら、お子さん連れてきたら？何人か連れてくるみたいよ。そうなの？そうそう。もちろん子供の分の料金は上乗せになるけどね。それは当たり前じゃん。タワマンに住む人は違うわ。子供の分のお金くらい余裕ってこと？そんなこと言ってないけど、今の文章をどう読むとそんな勘違いできるわけ？頭悪そう。そんなに怒らないでよ。とりあえずそういうことだからできるだけ参加してよ。幹事でもないのに私が参加するかどうか、さとこさんに関係ある？別にどっちでもいいよね。そこにはいろいろ諸事情があって。意味わかんない。それより自分の心配をしたら？私の心配？私は専業主婦で暇だし、子供の面倒は旦那に見てもらう予定。そうじゃなくてお金。お金？幹事のゆきさんが困ってたよ。なんで？なんでって自分でわかってるでしょ。積立金を一人だけ払ってないのに、旅行に行く気満々だから。ああ、なんだそんなこと。お金払わないと参加できないけど、ちゃんとわかってる？そんなこと言いながら、なるみさんだって払ってないでしょ。私はまだ行けるかどうかわからないから、返事は来月でいいって言われてるし、参加する場合は現金一括で渡すから。さすがお金持ち。ついでに私のも出してよ。何言ってんの？なんで私があんたのお金を出さなきゃいけないのよ。強いて言うなら、ママ友の愛とか？ねえよ、そんなもん。その理論なら、ママ友の愛とやらで、逆に私の分の旅費出してくれるの？お金持ってる方が払うに決まってるでしょ？お金持ちのくせにがめついんだから。あんただけには言われたくない。だから、人の心配する前に、お金の準備を早くしな。わかってるわよ。私はっきり言って、ママ友のこと信用してないの。だから積立金を渡すなんて無理。そんなに信用してないなら、旅行になんて行くなよ。信用してない人たちと旅行に行っても楽しくないでしょ。私もあんたみたいな輪を乱す人と旅行に行っても楽しくないし、問題を起こされても嫌だしね。信用してないけど旅行は行きたいの。だから私は直接ホテルにお金を払うことにしたんだ。ホテルに連絡したら、事前に一人分だけ前払い OK って言われて、私はもう一括で払ったってわけ。だからお金の心配をしなくていい。それが本当ならいいけど、まあ本当だとしても迷惑極まりないけどな。お金払ったんだからいいでしょ。さとこさんが学校の先生だったとするでしょ。え？それでみんなに宿題を期日までに持ってくるように言うよね。うん。一人だけ忘れた子がいて、なんで忘れたのって聞くと、事前に終わったので先生の家に着払いで送りましたって言われたらどう思う？そんなの困るからちゃんと提出しろって言う。だいたいそんな非常識なことをするなんてバカな子って笑うかも。あなたがしてるのはそういうこと。非常識で迷惑でバカなこと、自分でしっかり分かってんじゃん。それとこれとは話が別。とりあえず旅行には行くから、できればなるみさんも参加でよろしく。考えとく。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に好かれやすい体質です。お金目当ての人だったり、ドキュンママ友だったり、そのせいでサバサバした性格になりました。今回はママ友で行く旅行。正直仕事も忙しいし、どうしようかと迷ってたんだけど、子供も連れて行けるっていうならちょっとありかも。他にもお子さんを連れてくる人がいるなら、今回の旅行参加しようかな。でも意味がわからない LINE をしてくるさとこさんみたいな人がいるなら、あまり行きたくないな。迷うところだけど、子供の笑顔のためだから私が我慢すればいいのかな。まあ何かしでかしたらやり返せばいいか。旅行当日。今日はもっと楽しむわよ。なるみさんも旅行に参加できてよかったね。さあこれから一緒に飲むわよ。飲まねえよ、アホか。こっちは子供連れてきてるんだから、もう少しだけ遊んだら寝る。夜は始まったばっかりなのに。
いろんなワインやスイーツのルームサービスも頼み放題なのに。頼み放題って、そのお金はあんたが払うんだよ。ルームサービスのお金なんて1円も出さないから。まあまあそんなこと言わずにさ、とりあえず今からパーティーを開くんだ。せっかくだからいろんな人誘っちゃおう。誰も行かないと思うけど、一人で勝手に飲むのはいいけど、明日私たちに迷惑かけないでね。それじゃおやすみ。おやすみ。次の日の朝、何してんの？ロビーで待ってるんだけど。あとは里子さんだけだ。飲みすぎて起きれないとか言わないでよ。ごめんごめん、早く目が覚めちゃったから先にチェックアウトしちゃった。は？それともう一つ謝らないと。ホテルには事前にお金払ったって言ってたやつ、手違いで払えてなかったみたい。ごめんなさい、申し訳ないんだけど、みんなで出してくれる？ルームサービスも20万近く頼んじゃってるから。全部バレてんだよボケ。え？ホテルに連絡してお金が払われてないことは知ってたってこと。私たちはみんな支払い終わってもうホテル出るけど、あんた今日中に払いに来ないと警察行きね。警察？当たり前でしょ、お金払わずに逃げるってことだもん。だからそこはみんなで出してよ。そのためになるみさんを誘ったんだから。人数が一人でも多い方がみんなの負担は減るでしょ。逆になんでそれで出してもらえると思ったわけ？その意味のわからない自信はどこから来るのか教えてほしいんだけど。だって他のママ友が困ってるんだよ。そこはみんなで代わりに出してあげましょうって流れでしょ。明らかにお金払う気がなくて20万近く散財して逃げるママ友を誰が助けるの？ママ友っていうかただのドキュン女だし、ホテルの人には今お金下ろしてて一人だけ後で来ますって言ってるから、もし払いに来なかったら警察に突き出してくださいとも。もうみんなホテルにいないの？うん、私たちもさすがにホテルで待とうと思ったんだけど気を使ってくれたみたいでね。皆さんは支払いが済んでいるので出ていいですよって言われた。正直助かったわ。そんな。そういうことだから後の支払いは頑張って。そんなの無理。ゆりとなるみの LINE。 今日の旅行楽しかったね。はい、本当に楽しかったです。なるみさんとお子さんが楽しそうにしてるのを見て私もすごく幸せでした。なるみさんと同じ空気を四六時中吸えるなんて、私感激して鼻血出るかと。はいはい、わかったから落ち着け。大好きななるみさんを目の前にすると取り乱してしまってすみません。それはいいんだけどさ、さとこさんっていつもあんな感じなの？そうですね、基本的にはあんな感じです。いつも支払いを人に任せようとしたり、今回は何とか支払いできたみたいですけど旦那さんにもうまく隠してるみたいです。そうなんだ。ゆり、ちょっと協力してくれない？なるみさんのお願いなら何でも聞きます。痴漢から助けてもらったあの時から私の心はなるみさんのもの。なるみさんが炎の中に飛び込むなら私だって行きますし、なるみさんが手伝ってほしいって言うなら何でもお手伝いします。相変わらずだね。でもそう言ってくれると助かる、ありがとう。なるみさんからお礼を言われた、幸せ。それで手伝ってほしいっていうのが、さとこさんに仕返ししようと思って。仕返しですか？なるみさんがそんなことを言うなんて珍しいですね。今回幹事をしてたゆきさんと少しだけ仲良くなったんだけど、結構困ってたみたいで、ゆきさん優しい性格だから毎回あんな風に身勝手なことされてるんだって。注意しただけで聞くやつとは思えないし、自分がそういうことをされたらちょっとはおとなしくなるかなと思って。なるみさんがゆきさんのためにだなんて、私ちゃんとゆりが困ってる時も全力で助けるよ。正直者がバカを見るなんていうの嫌。人のために頑張っているなるみさん素敵。さすが私のなるみさん。作戦は全部私に任せてください。後でご連絡しますね。私も一緒に考えるよ。お仕事も忙しいと思うので私に任せてください。私も手伝うからね。数ヶ月後。この前のことずいぶん反省してるみたいね。私を旅行に誘って許しを請うなんて偉いわ。正直どう仕返ししてやろうかと考えてたんだけど、今回のおもてなし次第で考えてあげる。
この前はちょっと申し訳なかったなと思って、今日は旅行に参加してくれてありがとう。私は子供も一緒だから、私と子供とゆりとさとこさんの4人になるけど、本当に大丈夫だった？お詫びでおごりなんて言われたら参加するしかないじゃない。あ、言っておくけど、おごりに釣られたんじゃなくて、お詫びだからしょうがなく来てあげたのよ。わかってる、ありがとう。冬休みで時間があるから、USJ に行こうと思ってね。言っとくけど、USJ は一緒に回るつもりはないから、基本的に私たちは別行動。あなたたちは黙って、ホテル代だけ出してればいいの。私と一緒だと、子供がいるから遊べないもんね。全然それで大丈夫。それじゃ、後でホテルに集合ね。ホテルの名前なんだっけ？ホテルユニバーサルポート。夜まで自由に行動してていいから。それじゃあ私、外でお酒を飲んだ後に行くから。昼間から飲むお酒なんて最高！わかった。数時間後。ちょっと、何よこの部屋！早く戻ってきなさい！今どこにいるの？今外でみんなでご飯食べてるところ。部屋に何か問題あった？問題終わりよ！こんな恐ろしいところでは寝れない。今すぐ部屋をチェンジして。無理言わないでよ。どこも満室だって。それにその部屋人気で予約取るの大変だったんだから、ゆりに感謝してよ。無理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 。蜘蛛の巣に変な熊のぬいぐるみ、壁一面には写真と、布団の上には結婚。こんなところで寝るなんて、あんたたち正気じゃない。この時期になると謎解きホラー演出の部屋になるからね。別にそこまでビビることじゃないでしょう。私の子供なんて今日ここに泊まるのすごく楽しみにしてたし、さっきまでみんなで楽しく謎解きして遊んでたんだけど、もしかして怖いの？私だって別に普通は怖くないわよ。でも、でもこれは無理なの。私は今すぐ出ていくから。1時間後。荷物も置いて本当に出て行っちゃったの？どこに泊まるつもりなのよ。あ、あと、ごめんね。お金代わりに払うつもりだったんだけど、お金持ってくるの忘れたみたい。だから、自分の分の支払いは自分でよろしく。え？こんな風に言われたらどう思う？普通に嫌でしょ？突然お金払えって言われたら嫌な気分になるでしょ？これでちょっと反省。払う！払うから！え？そこのお金はとりあえず払うからさ、私の荷物をちょっとロビーまで持ってきてくれない？あの部屋にはもう入りたくないのに財布忘れてきちゃって、お金は全部ちゃんと払うからね、お願いします。いや、それは別にいいんだけど、私の計画狂っちゃったじゃん。同じことをされて嫌な気持ちをちゃんと分かってくれたら、ここの支払いは私がする予定だったんだけど。払いますから！ちゃんと払うので荷物だけ持ってきてほしい。はあ、わかった。ゆりとなるみの LINE。 あんたなんかした？バレちゃいましたか？当初の予定では支払いができないって言って、さとこさんに払わせる、反省したら許して私がお金を出すって話だったよね。そんな、なるみさんがお金を払う必要なんてないんですよ。今までそうやってお金を払わせてきたのはあの人なんですから。今ビクビクしながら出て行ったから多分もうしないと思うけど。何したのよあんた。私はただ一緒にホラー映画をいっぱい見ただけですよ。全然ホラーなんか怖くないってさとこさん言ってたので、私が厳選したホラーを見せてあげたんです。楽しんでもらえたらいいなと思って。そしたらみるみる顔が真っ青になっちゃって、20本近く用意してたのに4本しか見てくれなかったんですよ。4本もホラー見たの？それもゆりのおすすめか。それであんなに怖がってたってわけか。過剰反応だったもんね。お金はいいって言ってるのに結局押し付けて走って逃げちゃったよ。なるみさんが優しいのは分かってますけど、やるならこれぐらいしないとお給を据えたことにはなりませんよ。これでも全然甘くした方なのに。まあ反省してたみたいだしいいか。今回の宿泊費代は旦那さんに返すよ。代わりに今まで立て替えていた分はみんなに返してもらうけど。それは私から旦那さんに言っておきますね。よろしく。それじゃあ私たちは楽しみましょう。そうだね。せっかく怖いマスク準備して驚かせるつもりだったのに残念だわ。なんだかんだなるみさんも結構鬼畜だと思いますけど。
大体私のなるみさんに迷惑かけるからこういうことになるのよ。身の程を知れゲス野郎が。本当はいらない口を縫ってやるか、喋れないようにしてもいいくらいなのに、なるみさんは優しいから。とりあえず今までの悪事の証拠もまとめて、旦那さんに渡しておくか。私のなるみさんを困らせる者は誰一人許さないから。私たちはそのまま USJ を堪能し、楽しい思い出をたくさん作り帰ってきました。娘もホラー演出の部屋に大喜びで、来年も行きたいとはしゃいでいました。娘の意外な一面を見れてちょっと面白かったな。さとこさんは私にお金を渡すと慌ててホテルを飛び出し、ビジネスホテルに泊まったそうです。旦那さんにも今までの悪事が全てバレてしまい、さとこさんは旦那さんから怒られることに。みんなに謝罪とお金の返金をしたそうです。旦那さんからはそのお金は自分で稼げと言われたそうで、今はパートとして働いています。次同じようなことをしたら離婚だと言われているそうなので、もうすることはないでしょう。ゆりは今回のことを甘すぎると不服そうでしたが、これぐらいで十分。下手にゆりに全部任せてしまうと、本当に USJ 公式ホテルのホラールームみたいなことになってしまいそうだからね。ちょっとちょっと水木さん、なんで私旅行のメンバーから外れたの？これおかしくない？智子さん、旅行ってスポーツクラブに参加してるママのやつ？女性だけでちょっとお高めの高級旅館に一泊しようってやつだよね。そう、私メンバーなのに参加するって申し込み書出したのに。なのにさ、さっきメールでメンバーから外れたって連絡があったの。理由は書いてないの？理由？積立金を一回も支払ってないから。だって。じゃあそういう理由なんでしょ。というか事前に説明あったよね、積立金を払ってもらうことになるって。それであまりにも遅れたりする場合は参加の意思がないとみなしますよって。でも毎月お金払うのってなんか嫌じゃない？やだやだ。じゃあ仕方ないね、積立金を払わなくてもいい旅行を選べば。だって高級旅館行きたいのに。てか、なんで積立金なんか払わないといけないの？直前でいいじゃん。積立金のシステムも上手に使えば便利なんだよ。ちょっと金銭的に厳しいって人でも少しずつなら払えるし、毎月給料日前には全部お金使い切っちゃうって人いるでしょ。あ、それ私だ。そういう人は月々1000円とか2000円ずつ積み立てる旅行はありがたいんだって。幹事側にもメリットあるし。え？面倒なだけじゃないの？今回の旅行はスポーツクラブ側で予算組んでるわけじゃないでしょ。有志で集まっていく旅行だからお金集めないといけないじゃん。でも払わない人もいるからね。払わない人？そう、後からだと旅行に行くだけ行って払わない人もいるし、ギリギリになるとお金ないから後払いにしてとか言う人も出てくるし、そもそも毎月ちゃんとお金を払える人しか参加できないから、幹事側からしたら安心できる方法だったりするんだよね。それ全部思い当たるからウケる。ま、そういうことで智子さんは今回メンバーから外されたんでしょ。水木さんひどいって思わないの？幹事のママ最低じゃん。ゼニコさんのどこがひどいの？事前に決められたルールを守ってるだけでしょ。お金もしっかり管理してくれるしありがたいよ。でも行きたいんだからちょっとくらい良くない？良くないでしょ。ねえ、水木さんもゼニコさんにお願いしてよ。せめて行きたいなら積立金の合計予算額全部払ったら。中には全部払ってるママさんもいるみたいだし。水木さんはもう全額払ったの？それは秘密。ねえ、お金あるの？あるなら私の分も払ってよ。ええー、鬱陶しい。ルールがあるんだから守れない人はいけない、それだけの話でしょ。やだやだ、行きたい行きたい。私の名前は水木、旅行好きでちょっと、いや結構口が悪い主婦です。ある程度人数が多い旅行になるとやっぱりルールを守れない人もいるわけで、だから積立金のシステムがある旅行も結構いいよね。でもこういう智子さんみたいに払わない人もいるんだよ。だからメンバーから外れることになったのに大騒ぎしてね。幹事のゼニコさんは軽くかわしてたけど、もう大変。智子さん子供みたいだし、おまけに他のママさんに当日無理やりバスに乗れば平気、余裕だよって言ってたらしいんだよね。そこで旅行仲間にお願いしてちょっと罠を用意することにしたんだ。水木さん。なに？これ何？ここ地獄？
地獄行きのバスにでも乗っちゃったの？だって乗るのはこのバスだよね。時間も集合場所も確認したもん。なのに、なんで知ってる人が誰もいないの？てか、乗ってる人がおかしいの。ママ友で行く高級旅館に私も行きたいの。合流したいの。だからこのバスに乗ったのよ。贅沢したいのよ。もうそのバスから降りられないよ。え？あ、分かってると思うけど、私たちは違うバスに乗ってるからね。それで高級旅館に向かってるから。じゃあこのバスは？なんかごつい人たちが多いんだけど。智子さんの周りはそうかもね。でも綺麗な人とかもいるでしょ？うん、確かに。なんか涼子さんみたいな美人もいる。いや、それはちょっと涼子に怒られるかな。ひぃ、それは嫌。じゃあ何これ。さあ、聞いてみたらいいでしょ。え、おかまバーの旅行？何よそれ。やだ、降りさせて。どうしよう、水木さん。隣にいるゴリラが私のこと掴むの。ああ、それは多分ジュエリーちゃんかな。何がジュエリーちゃんよ。どっからどう見てもただのゴリラなんだから。あ、ひぃ、なんかすごく怒ってて怖い。そりゃそうでしょう。ジュエリーちゃん、人をバカにする人嫌いだから。今回はみんなでバーベキューと温泉を楽しむんだってさ。よかったね、智子さんも旅行に参加してくればいいじゃん。あんた分かってたのね。分かってたも何も、勝手に人のバスに乗ったのは智子さんでしょ。放り出されないだけマシじゃん。よかったね。よくないわよ。うん、うまくいったね。実はオカマバーのジュエリーちゃんは私の旅行仲間なんだ。同じ日に同じ場所で集合って話を聞いて、ちょっと相談してみたら、やった、面白そうねって言って、ノリノリで今回の作戦を考えてくれたよ。智子さんが乗ってこなかったら普通に旅行へ、乗ってきたらちょっとだけお説教よって言ってたっけ。私よりずっと長く生きてるジュエリーちゃんのお説教、よく聞くだろうね。水木とジュエリーの LINE。 ジュエリーちゃん、そっちはどう？やだ、もう超楽しいわよ。あのね、今バーベキューしてるんだけど、なんとお隣がマッチョ集団だったの。ほんとやだ、もうみんな大喜びよ。へえ、楽しそうでよかったね。みずきちゃんの方はどうよ。なんか好きな浴衣が選べたり、綺麗なウェルカムドリンクがあったりするよ。みんなすっごい喜んでる。落ち着いた雰囲気で素敵だよ。あら、そうなの、いいわね。じゃあこの小娘なんかは行かないでよかったわよ、うるさいし。智子さんの方はどうなの？ひぃ、玉取られるなんてビビってたからね。玉なんかもうとっくりないわよって言ってやったわ。そう。でも大丈夫よ、もちろんひどいことなんかしないからね。お釜たちで取り囲んで説教してやったくらいよ。今はおとなしくバーベキューのお手伝いしてるわ。へえ、あの智子さんがね。まあ勝手にバスに乗り込んで後ろの席に隠れてたでしょ。あー怖いわ、おまわりさんに行っちゃおうかしらって言ったら、それだけはやめてですって。なんか叩けば埃が出てきそうじゃない。確かにあの人、お金関係でのトラブルが結構多いみたいだね。それでママ友とかも全然いないはずだよ。あらやだ、そんなの本人にとっても悪いことじゃないね。ま、こっちは任せて、帰りにお土産も買っていくから。うん、私もジュエリーちゃんに良さそうなやつ買っていくね。お願いよ。さすがにちょっと心配してたんだけど大丈夫だね。そもそも人のバスに勝手に乗り込んでたのは智子さんの方だし、旅行から帰ってきたから一度お話ししたんだけど、私たちみんなに今まで迷惑かけてごめんなさいって土下座までしてたよ。人生観が変わった、生まれ変わったって泣きながら言ってたっけ。いや、人生変えるならインドって言うけど、オカマバーもいいんだね。水木とジュエリーの LINE。 水木ちゃん、やっほー。いや、智子いいわよ。いいって？人が変わったみたいにせっせと働いてるわん。今までお金にだらしがなくて支払いもずっと遅れてたんですって。でも今はちゃんと節約するようになったの。へえ、すごい変化だね。ご主人もかわいそうよね。手取りで30万も稼いできてるのに支払いが遅れるのは安月給だからなんて言われてたみたいなのよ。かわいそうよね。私が抱きしめてあげたいわ。なるほど、基本的にだらしない性格なんだね。そういうこと。だからね、今は店のみんなで智子にビシバシ教えてやってるの。でもね、注意が必要だわ。
注意？そう、生まれ変わったと言っても今まで人に迷惑ばっかりかけてたでしょ。気の弱そうなママさんにおごらせたりいろいろやってたみたいなのよ。それがトモコの本性だからね。さすがだね。ちょっと改心したくらいで認めないところ。当たり前よ。何年ママやってると思ってるの。人間ね、頑張っても元の人間に戻ろうとする働きがあるのよ。だからね、トモコみたいに張り切ってるのは特に危ないのよ。本当はゆっくりゆっくり進めないといけないの。なるほど、ジュエリーちゃんが言うと説得力あるよ。でしょ。あたしだって一気に手術やっちゃったら大変。それにね、手術した後も大変なんだから。体は戻ろうとするのよ。穴が塞がろうとするんだから。なるほど、メモメモ。その辺はネットで検索してちょうだいね。へえ、調べてみよっと。ま、そういうことだからトモコはあたしに任せてちょうだい。うん、お願いするね。任せなさい。こうしてオカマバーのママジュエリーちゃんの元で真人間になろうと努力しているトモコさんなんだけど、やっぱりジュエリーちゃんは人を見る目があるね。疲れてくるとまた悪さをしようとするらしいんだ。ただそんな時は周りにいるお姉さんたちにすぐに見つかって説教が始まるからね。最近ではかなりおとなしくなってきたみたい。今日もたまたま会ったけどすごく丁寧に挨拶してくれたっけ。ちなみにご主人はトモコさんの変化に大喜びで、今やジュエリーちゃんのファンに、毎週のようにお店に通っているらしいよ。私もたまには行ってみようかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。